アルガルベ地方ビラモーラのマリーナプライアグランデプライアダマリニア夜のアルブフェイラ、ウルガウデ、南西アレンテージョ自然公園とサンビセンテミサキ海岸を望むアルガルベはポルトガル本土の最南端の地方。中心都市は国際空港を要するファロであるアルガルベとも表記する。アルガルベは起伏に飛ぶが飛んだ谷間が横断する。標高九百六メートルのモンチケの山並みが 最高地点である。面積は5412平方キロメートルで41万人が定住する。毎年夏には観光客が加わり、約100万人に膨れ上がる。170平方キロメートル以上あるリアホルモサカタがあり、100種類を超える鳥類が見られる。地中海性気候で良質の砂浜があり、比較的物価が安く、治安も良いアルガルベは、 観光地として知られる。南端の海岸線は1 5 5トルある。南端はサンビセンテ岬である。海岸は石灰岩室の洞窟がある。プライアダ・マリニア、ラゴアは世界で最も保存状態の良い美しい砂浜100位の中に選ばれた。アルブフェイラ、ビラモーサ、ポルトイメオン、ラコス、アルマサオンデッペーラ、クアルテーラ、モンテゴルド、タビラが リゾート地として知られる。紀元前6世紀にン遺族が定住した。彼らは南下してきたケルト人に強く影響を受けた。フェニキア人が紀元前1世紀頃海岸沿いに商業港を作った。カルタゴ人はポルトゥス・ハニバリスの都市を建設した。2世紀になるとローマ帝国がイベリア半島を南下して支配下に置いたためローマ遺跡がラゴスなどに多く残っている。 5世紀、西ゴート人が711年に、ムーア人の侵略が始まるまでに定住。ムーア人は716年に、ラゴスを占領し、ザワイアと改名した。キリスト教徒が住むサンタマリアの町は、騎士たちの基地という意味のファラオンに改名した。これが、現在のファロである。イスラム支配下のイベリア、アルアンダルスでは、この地域を、西アンダルスと呼んだ。アルガルブは、 西を意味する。アルアンダルスとは、イベリア半島全体を指す言葉として知られるが、これはかつて半島南部を支配したバンダル族のことを指す。12世紀半ば、ムーア人の支配が終焉を迎えた。アルガルブは、アルガルベ王国と名を変えた。13世紀に、ポルトガル人がレコンキスタを完了して、現在のポルトガルの国土が確定した。ジョアン一世から、 ポルトガル及びアルガルベの王と名乗るようになった。1471年以後、北アフリカ領土を征服するにつれ、アルガルベの地名は、アフリカ領土を要する意味も帯び、1910年の共和国成立までこの称号が保持された。15世紀、エンリケ公会王子は、サグレスに自身の活動拠点を置き、植民地からの富を利用して、多くの大公会時代の偉業を成し遂げた。 1595年から1808年まで、アルガルベは、半自治地域であり、知事が統治していた。税金体系も分離されていた。これは、ポルトガル王が、ポルトガルとアルガルベの王と名乗っていたので、わかるように、二つを、別々の王国としていたために生じた。1807年、ジャン・アンド・シュジュノーに引きられた第一回ナポレオン軍侵攻により、ポルトガル北部が占領され、 アルガルベはマヌエルデ・ゴド意識下のスペイン軍に占領された。1808年に起きたオルハオンの放棄でスペイン支配に抵抗して解放された最初の地方がアルガルベであった。1815年から1825年までポルトガル・ブラジル及びアルガルベ連合王国として同君連合下にあったが、1825年にブラジル帝国が離脱した。 アルガルベは16の地方自治体によって構成されている。現在のファール県とアルガルベ地方はほぼ同地域である。ため、しばしば混同される。一軸アーモンド、オレンジ、キャロブ、コルク菓子などが収穫される。漁業と養殖業は沿岸部の重要な産業で、カタクチイワシなど多くの魚介類が取れ、製品化もされる。食品製造業、セメント、 建設業も主要産業である。観光業はアルガルベ経済の中心であり、ポルトガル全国平均を上回る一人当たり GDP を記録している。アルガルベの温暖な気候は北ヨーロッパの人々を引きつけてきた。1960年代、アルガルベは主としてイギリスからの観光客を多く受け入れていた。それに続いたのがドイツとオランダである。観光客の多くは 自身の資産を持ち込んで仕事を引退した後に定住する者も現れた。彼らのコミュニティではアルガルベを拠点に英語の新聞が発行されている。アルガルベでは1994年から毎年女子サッカーの国際大会アルガルベカップが開催されている。2008年にはアウトドロモインテルナショナルドアルガルベがオープンしスーパーバイク世界選手権などが 同サーキットにて行われている。2020年は新型コロナウイルス感染症の流行による影響もあり、F1 やロードレース世界選手権なども同サーキットで開催される。夏の間は高温で太陽を求めてくる人々を世界中から引き寄せている。カリフォルニア州より日照時間が長く、11月から3月の間の短期間にしか幸運が見られない。 年間を通して最高気温は摂氏15度から摂氏31度の間であり、冬季でも摂氏0度以下にならない。ありがとうございます。